フット2021商品作り秋デニムって俺なんて言うの短いやつだデニムの一番短いデニム編です。あデニム編デニム編覚えらんねずーっと今ね始まってからずーっと今までぼーっとしてたやめろよちゃんとやりますちゃんとやりますじゃあもう一回いきますね、うんうん、はい、はい、ジャストサウンドグッド2021商品作り秋デニム作りイエーイデニム編じゃない何にも覚えられないけど大丈夫かお前いいけどもデニム編でしたねありがとうございましたじゃあここまでクイズ王決定戦と、はい、あとは1日デザイナーになっていただきまして、うんまあ、そこで得た知識と経験を活用してデニム制作を頑張っていただきたいと思います、はい、わかりました、はい、いいでしょう、はい、まずサマーズのお二人にはメンズのボトムス、うん、パンツですね、はいはい、とトップスをお一人ずつ1アイテムずつほうあ上もなんですね、はい、上下をそれぞれ1アイテムずつ、はい、そしてりなちゃんには、はい、ちょっとりなちゃん一人で大変なんですが、はい、ウィメンズのデニムのボトムスとトップス、はい、デニムのトップスを2アイテムずつ、はい、2アイテムで、はい、4アイテムってことです。4アイテム、あら大変。私一人ですか。いやこの後あ強力なスケットがいたほうがいいよねご紹介したいと思います、はい、お願いします。このデザインをもとにサンプルを作らせていただくんですけど、その出来上がったサンプルを後日ユーザー投票、お客様にどれが好きですかっていうユーザー投票をしていただいて、採用されるデザインをそこで決定したいと思います。うん、あ1個しか採用されないんですか。ユーザーの評判で、まあ、全部採用されるかもしれないし、なんか落ちちゃうかもしれないみたいな、評価が低い場合はね、そうですね、アンケート取ってみようって。なるほど、はい、そういうこと。で今回その作っていただいて採用されたデザインは9月にまた全国のベイフローの店舗とウェブストアで販売されることになります。うんはい、じゃあテーマ発表に参ります。はい、大テーマはアメカジを満喫。うんまあ、デニムといえばちょっとやっぱりアメカジなイメージがあると思うので、まあ、アメカジといってもアメリカってすごく広いじゃないですか。確かに、はい、なのでアメリカのファッションをリードする地域のそれぞれの個性を生かしたデザインを。このニューヨークがですね、うんまあ、ちょっとこう綺麗めな、うん、シンプルでスタイリッシュなデザイン、うん、ファッションですね。で LA はまあ割とこう海辺のこうライフスタイルに近しいちょっとリゾート感があったりとかリラックス感があるようなイメージです。でブルックリンに関してはアートな街なので、はい、ちょっとトリッキーな、ね、イメージあるもんね。はい、なんかヴィンテージだったりあとクラフト感のある個性的なファッションっていうところが、まあ、ブルックリンのイメージになっています。はいはいはい。じゃあリナちゃんニューヨークでお願いしますか。正統派の感じは、うん、じゃああとはもう三村さんとおたけさんでじゃんけんしてもらいます。どっちですか。三村さん LA っぽいですよね。でもそうしましょうか。その南国のね、うんうんうん、じゃあブルックリンでね。はい、おじゃあよく分かってないけどじゃあ三村さんが LA で浜口さんと一緒に、うん、お願いします。はい、そしておたけさんがブルックリン、うん、ちーちゃん&ゆきちゃんと、はい、はいはい、そしてりな、ちゃんがニューヨーク荒木さんと一緒によろしくお願いします。男女分かれたじゃないですか。いい組み合わせ、いい感じに。そのチーム分けでやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。それでは、うん、担当地域が決まったところで、デザインをしていただく流れをご説明したいと思います。はい、3日ぐらいかかんじゃないのこれをね数時間で収めるでまだすかみたいな空気あったらもうあじゃあこれでってなっちゃう結構ねまだすか空気すぐ出るからね。まだすか的な爪見てる人いるからねこの人では準備ができましたらデザインスタートします。